ばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、今日はちょっと喋ります。何を喋るかというと、コロナも、結構落ち着いてきて、非常事態宣言解除されてる件とかも出てきましたけども、まだまだライブハウスは、行ってはいけないという、そういう風な状況になってます。非常に残念なことなんですけども、これも仕方がないなと、ちょっと諦めてます。その分こうやって、新たに YouTuber デビューできましたので、それはそれで良かったかなと思います。どんな状況でもね、いろんな発信を続けていきたいと思っております。6月の14日に、一応予定されてました姫路のベータ、でのライブも、これも中止となりました。ライブ自体がなくなったということで連絡をもらってます。とても残念なんですが、6月の末に、別なオファーをいただいてるんですが、今ちょっと検討中です。ベータさんね、どうやら、ネットの配信の環境を整えたみたいで、家にいながらライブが見れるという、そういう状態になっているようです。ライブに関しては、ライブ代っていうのはかかる、今までよりチケット代と同じで、かかるようなんですけれども、家にいながら、ライブが、楽しめるということで、以前、Facebook で、同時配信とかやりましたけれども、そういったのではなく、ライブハウスのきちんとした機材で、配信をしてくれるということで聞いてますんで、それはそれでね、いいんじゃないかと。最近のテレビはインターネットをつなげれると思いますんで、テレビにつないでもらうと逆に、大画面で見れて楽しいんじゃないかと、そんなことも思っております。まだちょっと出るかどうかは、本決まりではありませんが、今検討はしております。6月末で、無観客のライブということでしたら、世の中的にももう許してくれるのかなと思わないでもないですが、そのあたりはね、ちょっと、考えていきたいと思います。あともう一つね、お知らせなんですが、9月21日、予定してました幻想夜会ですね。去年が1回目、今年が2回目の、日月真嗣主催のライブイベントなんですけれども、今のところ、やる予定で進めております。ちょっとお店側とね、ちょっと話を、若干、打ち合わせをしたんですけれども、まだ今の段階では、予定通りするという方向で進めております。出演バンドに関しましては、残念ながらケセジの方が、ちょっと脱落ということで聞いてますので、また、別な、バンドを入れるか、もしくは、日月誠二がソロでやってもいいとか言ってますので、出てもらうか、せっかくですから、俺と日月誠二で、2人会員でもやろうかなとか勝手に思ってます。これ勝手に思ってるだけでまだ彼には何も打診してませんが、これ見てたら、どうですか検討しておいてくださいみたいな、感じですけれども、何せよね、楽しいライブにしようと思ってます。で、一応7月の、半ばぐらいに、最終的な判断をして、もし、状況が許さないということでしたら、中止ではなく後ろに倒して延期という形で、進めようと思っております。やっぱりやると決めた以上ね、ぜひやりたいなと、思っております。ただね、皆さんが安心して来れないような状態でしたら、それはそれでライブとしてどうかなとは思いますので、お客さんがね、たくさん見に来てくれて初めて演者も一生懸命頑張れますし、そこが一体感となって楽しめるのがライブですんで、やっぱりライブっていうのは、お客さん入ってこそかなと思います。ですから、やっぱりお客さんが安心して来れるような状態でないということでしたら、ちょっとまた考えますけれども、今のところはまだ、どちらとも言えません。ちょっと中途半端な状態で、告知ということで、非常に申し訳ないとは思うんですけれども、7月半ばぐらいにはきちんとやるやらないの、判断をしたいと思います。ですので、日月真嗣、並び明けの神、なんと総楽団、その他、俺の知ってる、いろんなバンドさんをみんな頑張ってます。ですので、ライブイベント、俺の幻想夜会以外も、ライブイベント自体をね、どんどん盛り上げて、ライブハウスを、しっかり盛り上げてもらって、前のようにね、みんなが楽しめる、そういうライブ空間をね、作っていきたいなと思いますし、作っていきますんで、ぜひ応援よろしくお願いします。お世話になってるネバーランドさんもね、この間、ちょっと T シャツも買いました。ベータさんもね、
クラウドファンディングですかね、やってましたんで、まあ、ささやかですけれども、これも T シャツをいただけるんですかね、まあ、あのそういったコースちょっと、申し込みました、ですので、やっぱりねライブハウス自体を盛り上げていきたいなと、本当に思っています。ちょっと昔話になりますが、デトのパンセホールで、パンセホールの主と言われていた日月真嗣ですけれども、やっぱりパンセホールがなくなる時っていうのはね非常に辛かったです。今オルトラウンジさんっていうねあの新しいライブハウスにはなってますけれども、ちょっとやっぱりパンセホールの思い出を引きずってしまってるのか、実は同じ場所ですけどオルトラウンジさんは一回も出たことありません。なんでしょうね、まあ感傷に浸ってるだけかもしれないんですけれども、ちょっと出る気にならなくてというところですね。やっぱり思い出の詰まったライブハウスがなくなっていくっていうのはもう本当に非常に悲しいことだと思います。これはね本当に避けていきたいなと思ってます。これは本当に、バンドマンみんな、同じ思いだと思いますし、もちろんお店の人もそうだと思いますし、もちろん見に来る、皆さんも、そういったライブハウスがなくなるっていうのは、見るチャンスが失われるわけですから、とてもマイナスなことだと思います。まあそういったことがないようにね、この、ウイルスのね、収まった後に、また、以前のようにというか、まあ、以前以上に盛り上がれる、ライブをしていきたいと思いますし、ライブハウスしっかり出続けていきたいと思います。ですので本当にね、明けの狼日月真嗣南都総楽団だけでなく、他の全てのバンドさんに、ぜひ温かい応援をよろしくお願いします。ということでちょっと今日は固い話をしましたが、ちょっと伝えたいなと思ったメッセージですので、話しました。また、いろいろとね追って告知はしていきますので、本当に、頑張っていきますので皆さんも応援よろしくお願いします。で日月チャンネルを、もっとたくさんの人が見て、もっと、YouTube でもたくさん、ライブがしたいなと思いますので、ぜひとも登録をよろしくお願いします。皆さん友達に宣伝しておいてください。はい、最後はちょっとグダグダになりましたが、まあこんなもんでしょう、日月真嗣ですから。まあということで、また次回、お楽しみに、よろしくお願いします。それではさようなら、バイバイ。